羅臼町と斜里町をつなぐ知床峠が4月28日に開通しました。今回は開通を記念して知床峠についてご紹介します。こちらの映像は開通したおよそ1時間ほど後の知床峠頂上の様子です。見えております看板で羅臼町とお隣斜里町の境界線になっています。残念ながら朝がかかっていて目の前の低木しか見えません。ここはどこでしょうか？峠の厳しさはお伝えできたものの、天気のいい日の景色も紹介したいということで、晴れた日に再チャレンジ。天気が良くて撮影日和かと思いきや、こんなはずでは。このように風がとても強いです。体感は気温強風でも景色はバッチリ。北方領土の国後島がこんなにはっきり見えました。本人は羅臼岳について説明していますが、風で全く聞こえませんでしたので音声でお伝えします。羅臼岳は知床半島の火山群最高峰で、標高1661メートル、日本百名山の一つに指定されています。登山道は羅臼温泉登山口と岩淵登山口の2つのコースがあり、羅臼温泉登山口から登る方が上級者向けです。ヒグマの生息地でもありますので、知床羅臼ビジターセンターに問い合わせるなど情報収集をしっかりしましょう。通過するだけではもったいない知床の大自然をぜひ肌で感じてください。 Thank you.